保護山はカーボベルデ共和国最高峰の標高2829メートルの山である。活発な清掃火山であり、アフリカ大陸のすぐ西の大西洋上にある保護島の中央部に位置する。中央加工級の最後の噴火は1675年に起こり、住民は島外への大規模な移住を余儀なくされた。1847年の噴火では、 火山性地震により数人の命が奪われた。中央火口急側面の地割れ火口は1995年に噴火しているが2014年11月に再び噴火した。保護山のカルデラ。保護島はホットスポットによって形成されたカーボベルデ諸島において最も若い火山島で諸島の西端部に位置している。ホットスポットで順次作られた活火山が アフリカプレートに乗ってホットスポットの上を東に向かって移動した東海を形成している。保護島は一つの火山からなり、島は直径約2 5トルのほぼ円形となっている。山頂部にある南北におよそ1 0トル東西7キロメートルの大きなカルデラは島の中央には位置せず北東の方向にずれている。カルデラは 北面と西面そして南面で急な垂直に近い断層崖に囲まれているが、当面は壁がなく溶岩が海岸へと流れた跡がある。北北東に伸びている地割れ河口は、およそ1500年から1760年の間に作り出されたカルデラ内のピコと名付けられた中央河口級の西の横腹に沿って開いている。保護山の現在の地形は、 海の方へ斜面を崩落したことから生じた東側の海にさらされたカルデラとなっている。山の斜面はコーヒーの栽培に用いられ、溶岩は建築材料としても使われている。カルデラ内の平原、チャタスカルデラスには小さな村が存在する。1995年の噴火は4月2日から3日にかけての晩に始まり、島は火山灰の噴煙に覆われた。 建物が破壊されたため、居住者は村から避難した。保護さんの衛星画像。噴火は溶岩の初の噴出のおよそ6日前に始まった小さな地震の後に起こったと住民は証言している。これらの地震は4月2日を通して大きさと頻度が増加し、特に強い地震が明らかな噴火が始まる4時間前の午後8時頃に報告されている。そして、 ちょうど真夜中過ぎに中央火山の中原に亀裂が生じた。目撃した一人の住民は山がまるでナイフで切られたかのようだと語っている。激しい噴出で知られるストロンボリ式噴火が始まり火のカーテンと呼ばれる溶岩噴出とその流れは午前2時にはカルデラ内のポルテラ村から麓へと通じる道路を寸断した。カルデラの内側に居住していた1300人は 夜のうちに安全な北の海岸の村へ避難した。幸い死者はいなかったが、およそ20人が治療を必要とする怪我を負った。4月3日の日中、島は高さ2.5から5キロメートルに達した火山灰の濃い雲に覆われた。規模は明らかに少なかったが、最初の流れは比較的流動性の高いパホイホイ溶岩であった。激しい噴火は直径4メートルに至る。 火山弾を生み出し、火口から500メートルの距離にまで飛散した。4月4日、溶岩の噴出は高さ400メートルに及び、灰の雲は2000メートルの高さにまで達した。発達するアー溶岩の流れが加わり、南西方向に開いた新しい溶岩雫球ができた。4月5日、新たなアー溶岩の流動がカルゲラ壁の生誕に達し、 およそ5棟の建物と主要貯水地が破壊された。これらの最初の数日間に行政当局はおよそ3000人を避難させた。カルデラと中央噴火口2009年撮影噴火は最初の数日の後より落ち着きを見せるようになり、そしておよそ100から120メートルの高さのハワイ式噴火による穏やかな溶岩噴出は、 高さ140メートル以上の溶岩雫球を作り出した。アー溶岩は西のカルデラ壁の方向へ流れ、そして北に向きを変えた。これらの溶岩流の空発的な流れは、河口からの圧力と太い流動によって作り上げられている。4月13日、停滞したアー溶岩に覆いかぶさるように2番目のアー溶岩が流れ出した。初期の流れの上にあったが、 4月15日には溶岩は3回しもう一つの建物を破壊した。溶岩流のスラグは4月15日に 2km 先のカルデラの南端から外に向かって落ち出し、17日には流れが北側のポルテラ村で最も近い家の 420m 内に達した。4月18日、携帯型地震計は溶岩噴出から、 ストロンボリ式噴火への突発的な形態の変化を示した非常に強い火山性微動を記録し始めた。噴出は大きいガス爆発で3から8秒おきに放出された。これに加えて突発的な噴出は増加し、流路の髪型の部分300メートルは主にパホイホイ溶岩であることが観測された。状況時計路の流量から噴出量は ついたちあたり400から850万立方メートルと推定される。4月18日の夜の間に溶岩雫宮の部分的な崩壊らしき一連の大きな爆発が起こった。朝までには活動はこれまでの溶岩噴出に戻り、地震の記録は非常に静かなものになった。溶岩流は熱くなり続け、中央の溝に沿ってスラグ溜まりとなった。保護山の存在する。 火山島のフォゴジ島と、この山と同じくかつ火山として知られる、フォンタイガス山の存在する、火山島のブラバ島との間には、カダモスと海山がある。1982年、1990年、1998年、2004年と、この付近で発生した地震は、このカダモスと宮まで発生したものであり、もしかしたら、この海山も、 新しい火山島になるかもしれないという可能性も指摘されている。ありがとうございます。